なんかすいません、切れちゃいました。すいません、なんか切れちゃいました。治りました？戻ってきましたよ。すいません、途中でどこまであれでした？どこまで聞こえてましたか？皆さん大丈夫ですか？ OK？ 聞こえますかね？なった。あ、よかったよかったよかった、すいません。なんか自分もなんか止まってました、止まっててあれってなって途中で気づいて、よかった、ありがとうございます。 OK です、よかったよかったよかった、ありがとうございます。すいません、切れちゃいました。途中までは多分りゅうくんさんで止まってましたかね。りゅうくんあとミステンド山のマーク木本さんKMT カニのマークさん、ありがとうございます。たくさんたくさんありがとうございます。はい、次スモーキーさんあと沖縄ゆかおしさん、ファンターさん、ありがとうございます。待って、めっちゃ下手くそ読むの、なんて読めばいいかな、普通に読めばいいか、ありがとうございます、たくさんありがとうございます。はいはい、次いきます。ヒロさん、ありがとうございます。パンダのアイコンですね、ありがとうございます。はい、次いきます。サバンヌさん、ありがとうございます。はい、次いきます。ミカ太郎さん、ありがとうございます。はい、次陽一くん @NGT48 推しさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次いきます。芝わんこさん、ありがとうございます。埼玉のりゅうちゃんさん、ありがとうございます。こういう感じでいきますね。こういう感じで大丈夫ですかね、ありがとうございます。はい、次はくたかさん @HBE306 さん、ありがとうございます。はい、としおやじさん @ワンタンでマシモンズさん、ありがとうございます。今何位なんですか？あ、何位？37、36位ぐらいですかね、今。順位言った方がいいのかな？26、次25？ 20、次25位の方？いきます。たくゆきさん、ありがとうございます。25位言った？次24位、ドラさん、ありがとうございます。チームサニー、あ、順位もお願いします。すいません、わかりました、順位も、はい、います。25位、ドラさん、ありがとうございます。はい、24位、ゆめなすけさん、窓際族さん、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、次23、ちょっと忘れていくので、あの皆さん、あのちょっと違ったらすいません。25、24、23、次23、23位の方、新潟県のデルさん、ありがとうございます。ツイッターも見てました、ありがとうございます。はい、24、今24、次23、合ってるかな、ちょっと待ってください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、あ、23、はい、23位、先行魔術師さん、ありがとうございます。
ツイートも見てました。ありがとうございます。はい、あの本当に当初漢字読めずにすみません。あのはい、しっかりメモして覚えたので、はい、ありがとうございます。たくさんたくさんありがとうございます。はい、次22ジーコさん @love.ngt さん、ありがとうございます。ありがとうございます。22次21位、はい、ブルークスさん、ありがとうございます。はい、誰推しだろう、ブルークスさん、ありがとうございます。はい、次21位、防災さん、ありがとうございます。ありがとうございます。防災さん、ありがとうございます。てちてちさん、ナイスタイミングです。次呼ばれます呼ばれますとか言って、はい、今あのキョタンズの方々を読み上げていってます。はい、ナイスタイミングです。次20かな、20位、てちてちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、20位、はい、次19位、ベローさん @MGT さん、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。はい、18位です。18位、ナースボーイさん、ナソさん、ありがとうございます。あのツイートも見てました。スクショたくさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、次17 18 17、待って分かんなくなるぞこれ、ちょっと待ってください。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16、次16位か、16位、はい、次16位の方、真っ白さん @TeamSunnyさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次15位、ひささん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次17 16 14、次14位、はい、14位の方、サルッチさん @TeamSunnyさん、ありがとうございます。ツイートも見てました。スクショありがとうございます。たくさんあの配信中とか呼び込みとかもありがとうございます。たくさんたくさん、はい、次12345678910111、あれ今何位って言ったっけ、あれなんか間違ったかな、次11位、あれ次11位みたいで、次あれ次11位、はいはい、じゃあ次11位の方、トマオさん @荻野ゆかさん@小島推しさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あれは13位、すみません13位でしたなんかちょっとずれてたかもしれません、計算ができないぞ。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、はい、ありがとうございます。たくさん皆さん、じゃあ次11位ですね。11位、徳森くんさん @葵お兄さん推し限界さんありがとうございます。ありがとうございます。ツイートも見てました。ありがとうございます。たくさん、はいはい、次10位ですね。10位、
ルッピーさん、ありがとうございます。ルッピーさん、ありがとうございます。やったー。はい、9位いきます。9位、ナナイクさん、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。はい、ありがとうございました。本当に本当に応援していただいてありがとうございます。はい、次8位ですね。8位、ゲンさん、ありがとうございます。ちょっと見えないんですけど拍手してます、こうやってさっきからありがとうございます。はい、次8位、7位かな、1、2、3、4、5、あ、6位かな、6位、6位です。はい、6位、ですね、コタさん、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。はい、5位、のりさん、あと奇跡の左足さん、ありがとうございます。パチパチって書いてある、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。はいはい、4位、寡黙なペンギンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。当初とか言ってあの漢字読めずにすみませんでした。本当に今はもう完璧なのでありがとうございます。たくさん、はい、トップ3です。トップ3に入ります。はい、3位、トシさん、ありがとうございます。3位です、トシさん、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。本当に本当に見てらっしゃいますか、ありがとうございます。パチ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 。はい、続いて2位、あきふみさん、あとひなたさん、あとちかなさん、あとベルワールドさん、ありがとうございます。ツイッターも見てました、ありがとうございます。たくさん、はい、書いていただいてツイートしてくださってありがとうございます。本当に全部見てました、ありがとうございます。はい、そして第1位です。第1位、シュービズさん、ありがとうございます。ツイートも見てました、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。嬉しいです、本当に本当にたくさんの応援ありがとうございました。皆さん監視されてたってあの本当に見てましたよ。キョタンズってやると、キョタンズとか NGT484 期生とか調べると出てくるのではい、見てましたよ。皆さんありがとうございます。本当にたくさんの応援ありがとうございます。あ、配信止まって読み上げ聞けなかった、あ、すみません。多分ちょうどそこら辺でしたよね、すみません。じゃあもう一回見たいと思います。はい、37位、愛子さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ツイートも見てました、ありがとうございます。はい、本当になんかその配信終わった後にツイート見るのが楽しみというか、なんというかなんかもう日課になるというか、はい、なんかそういうツイートを見て、あ、頑張んなきゃって思ったりとか、すごいなんだろう、頑張ろうって思いました。本当にたくさん
ありがとうございます。本当に結果は4位という結果だったんですけど、本当にたくさんの応援があったにもかかわらず決勝に行けなくて本当に申し訳ないです。皆さんすみません。私のなんだろう、パフォーマンス不足、なんて言うんだろうね、はい、すみません。本当に決勝に行けなくて、でもその最後の予選の最後の配信の時にそのなんていうの、自分の気持ちをすごい伝えられたかなと思います。その NGT になりたいっていう気持ちはすごい後悔はないなって思います。はい、 NGT48 まだまだよろしくね。もちろんです。永遠と応援 し続けます。はい、もうずっとこれから先も何があっても応援します。いやそんなことないですよ。きみさんたくさん本当にありがとうございました。本当に本当に私の力不足ですみません。得点は上位だったのに残念で、本当にそうですね。たくさん皆さんから応援いただいたんですけど、すみません。こんばんは、皆さん応援してくださいと、全部とても感動しましたって、感動しましたね。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に皆さんありがとうございます。はい、こんばんは、ありがとうございます。一番 NGT48 愛が感じられました。本当ですか、ありがとうございます。ツイートでこれ言っていいか分かんないですけど、ツイートでなんだっけな、鼻水噛んでる動画が上がってて、めっちゃ自分でもなんかその見ると笑えてきてやばい。あれはなんだろう、なんて言うんだろう、鼻水噛んじゃったじゃないですかそれをツイートで見てめっちゃ恥ずかしいなと思いながら自分でも大爆笑しましたあったんですよ、ツイートが。はい、皆さんのなんだろう、歴史に残るというか、なんて言うんだろう、記憶に残るような、記憶に残っていたら嬉しいです、はい、私は一押しだったんですか、そんなことないです。本当に皆さん本当に悪くないです。本当に皆さんの応援のおかげです。ありがとうございます。俺から、のりさんでしたっけでしたっけ多分そうかもしれないです。鼻水飲んだけめっちゃ面白かったです、本当に。でもなんか画面録画して上げてくださるのもすごい嬉しいです。ありがとうございます。NGT48 がいいっていう言葉がタランって出てきて嬉しかったです。編集もしてくださってありがとうございますはい、しっかりキョちゃんの検討は記憶してます。本当にだしまきさんツイート見ました、ありがとうございます。本当にはい、なんか押したいっていう気持ちが押したいという気持ちが出たみたいなツイートを拝見してすっごい嬉しかったです。ありがとうございます。自分がステージに立って皆さんに恩返しというかしたかったんですけど、力不足ですみません。本当にありがとうございます皆さん。リカさんが抜けた後はキャッチャーが少しだけでも見てくれるかと思っていたのに、
そうですね。あの3期生、話変わるんですけど3期生の3名あの北村優派さんと杉本萌さんと杉野月さん昇格おめでとうございますですね。皆さんすごい発表でしたね。びっくりしました。この調子であの4期生もあの受かった子たちにもたくさんたくさん頑張っていただきたいですね。これからも NGT48 をもっともっと盛り上げられたらいいですね。私もファンとしてファンとしてあの、はい、盛り上げたいですね。ぜひショールームは続けてくれたら嬉しいですね。あのぜひあのこのアカウントではなくなってしまうんですけど、ぜひあのツイッターもあのちょっとやめてたんですけど復活させようかな、どうしようかなってちょっと悩んでますね今。おめでとうって、おめでとうですね。本当に3期生の3名楽しみですね、これからも成長がどうなるんですかね。秋って言ってたからどうなるんですかね。もしさんは名前呼ばれませんでした。ああそうだったんですか。でも本当にみんな頑張ってると思います。本当にみんなもあの思ったんですけど3期生そのなんて言うんだろう、コンサートに向けて多分すごいめっちゃ多分練習しましたよね。なんか絶対になんだろう、こんな短期間で振り付けを覚えるのって本当にすごいなって思います。本当にうん、メンバーの頑張りには涙が出ます。年々累戦弱くなってきてるって、え本当に泣けますよね。なんか頑張ってるのが本当に伝わります。なんか配信っていうかそのコンサート見てて思ったんですけど、本当にはい、あコンサート行きたかったです。本当にあのそのショールーム、もし自分があのなんだこのアカウントじゃなくて別のアカウントであのやるときはぜひというかあのお知らせするので、ぜひあの覗きに来てください覗きに来てってくれるんですけど、ぜひ来てください。本当にあの全人類大歓迎です。リリノさん推しですって、リリノさん推しです、可愛かったですね昨日。あそして今日は TIF ありましたよね。行った方いますか TIF。 キャチャンルームとして配信続けてくださいお願いしますねって、わかりました。あの配信したいなって思う時になったら配信します。はい、ティフ、えあれって TIF じゃなくてティフなんですかずっと TIF って呼んでたんですけど、ティフ、こんばんは、ありがとうございます、こんばんは。3期生の劇場公演、本当にパフォーマンスもすごいんですから、 MC も楽しいです。あの本当にあの3期生のパーティー公演見に行きたいです。今度見に行こうかなと思ってますはい、TIFTIF の正式名称わかりません
んか結構自分なんかあれなんですよね、なんて言うんだろう、調べようとしていない、なんて言えばいいんだろう、なんかそのままで覚えちゃってるというか、よくないですね。東京アイドルフェスどうですか。めっちゃ今あれなんですけど、あの東京アイドルフェスどうですか、違いますか。まだちょっとないですね、絶対ないですね、まだないです。気合入ってきた。あ、合ってました、フェスティバル、あ、東京アイドル、なんて言いましたっけ、東京アイドルフェスでしたっけ、惜しい、すごい、でも合ってた、ほぼ合ってた。行ってきたんですね、皆さんというか行ってきた人は行ってきたんですね、いいな。でもそう思うと、その昨日コンサートがあって、今日東京でその TIFF めっちゃ忙しくないですか。だってそのリカさん卒業公演終わって、多分余韻に浸って朝迎えて、またパフォーマンスすごくないですか。アイドルって本当にすごいですよねっていつも思います。本当にすごいですね、スケジュールが。マッシーさんは昨日深夜ラジオだったし、やばい、それはってことは、じゃあそのコンサート終わってからラジオだったってことですよね。すごい大変だ、アイドルってすごい本当に。ひなたさんは村上、お村上太郎さんは、本当にすごいですね、スケジュールが。アイドルってすごいよ。あの別の振り付けあるじゃないですか、覚えたいんですけど難しくないですか。めっちゃ覚えたいんですけどちょっと難しくて、まだあの何回も動画見てます今。はい、本当にあの別を直接見たいですね。あの衣装がすごい可愛くて、白のふわふわんってした衣装がすごい可愛くて、どれだっけな、保存しましたとか言ってるんですけど、いいな、 NGT に会いたい、劇場に行きたい、コンサートに行きたい。あーって感じですよね。最近行ったのが5月だったっけな、見えない、靴はちょっとまだ見せちゃうなんで、あ、5月14日のリバイバル公演が最後ですね。それ以来行ってないから3ヶ月ぐらい行ってないんですかね、実質。はい、だから公園に行きたいですね。村長さんは寄付終わってショールーム配信してアイロン壊れたって言ってました。あ、なんかさっきあの配信してましたよね、アイロン壊れたのは。ちょっと女子からすると悲しくなりますね、アイロンは。アイロン結構少し使うと思うので、ティフは白の衣装でした。わー、え、あの別の衣装ですか、いいな羨ましいです、めっちゃ。
今日のティフヒナタさんのセリフをレイナさんが大…あ、そうだったんですね。それってどういう意味？言葉にはできない I love you。 いや、マジで、あー、いいの。高級高級って言いますか？高級衣装ですか？笹団子さんお疲れ様でした。ってありがとうございます。笹団子にもなりますもんね。漢字使っちゃってて全然あの使ってください。キャちゃんのカラオケ聞きたいな。あ、そうですね、あの1週間ぶりに歌っちゃいますか歌っちゃいますか歌っちゃい、あ、イヤホンがでもあった。あの別歌えるようになりたいけど、なんかまだちょっとまだ完璧ではない、うん、今配信見てる方であのオーディション受けた、ショールーム配信受けた子いるかな。見てたらお疲れ様でした。皆さんちょっとあの揺れます。聞こえますか？大丈夫ですか？きののさまくん当日券できょちゃんが来るかとキョロキョロしましたいや本当に自分も行こうかな、どうしようかなってめっちゃ待ったんですけど結局はい行かなかった。配信で見てました。どうしよう、 何歌おうかな。なんかリクエストありますか？ちょっと何も練習してないからあのちょっと、あ、じゃあオーバーチャー行きますか。最初入れといて、あ、声がでかい入れといて、NCT バージョンって多分 AKB さんです。はい、埃の丘、埃の丘、ちょっと待ってくださいね。あったっけな、どうだろう、なかった気がしなくもない。埃の、ちょっと待ってくださいね、探してます。あ、ないです。あ、あった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 。歌えるかな。これなんか。あの、
るか分かりません。ここの土地にやってきて何年経った、同じ夢を見る若い同士たち、理想郷を作ろうと力合わせて歌えてなかったんですけど、ハコリの丘めっちゃいいですよね。本当にハコリの丘の衣装着たいですね。着たかったですね着たかったですね。ありがとうございます。なんかあるかな。ちょっと待ってください。水分補給します。なんか歌えるのあるかな。なんかそのアイドルエッセンス公演の悟りとかもしたいなと思ったんですけど、できなかったですね。はい。
頑張ってくださいね。ちょっと曲を選びます。待って、今何時だ、37分。じゃあ10時までできたらしたいなと思います。左の腕で連れ去って歌えるかな。左の腕で私を抱いて強い力で歌えるかな。ところどころ歌えないとこあったらすいません。ちょっと試しでちょっと流してみますね。左の腕で私を抱いて、ここではないどこか連れて行ってよ。言葉も優しすぎて、弱い日差しみたいに届かない。いくつかの恋経験して、もっと確かなもの欲しくなった。私のことを物足りない。左の腕で私を抱いて、ここではないどこか連れて行ってよ。左の腕で心奪われ、本当の気持ち情熱見せて。違うな、2番わかんないかもしれない。 Yes。 今どうなの聞かれたって、私の願いなどどうでもいい、答えしたい。全部捨ててほしい。左の腕に未来を見せて、今よりも左の腕に全てを預ける、後悔しないでついてみるだけ。利き腕じゃない左手も抱き上げるのに私、遠い世界のどこへでも連れて行って、頼りにしているよ。左の腕で私を抱いて、ここではないどこか出て行ってよ。左の腕で心を奪われ、本当の気持ち情熱見せて。
左の腕で吊るさって初めて歌いましたあのそのエッセンス公演を見てて、あのめっちゃ好きな、なんだろう、ポイントがあるんですよ自分。その左の腕で吊るさってのあのみゆみゆさんのなんていう歌詞だっけな、なんだっけな、なんとかなんかクルンっていうとこあるんですよ。なんかクルンって振り返って後ろに行くところがあるんですけどそこがめっちゃいつもなんかすっきりします。すっきりするっていうか、なんて言うんだろう、めっちゃなんかいつもそこに惹かれますね。なんかクルンって言って後ろ行くんですけどそこがめっちゃ好きですね。はい、じゃあ NCT の歌を歌いたいと思います。あの世界はどこまで青空なのかで荻生花さん登場しましたね。感動しましたねはい、NGT の曲いきますああ、世界はどこまで青空なんだろう。声の調子がおかしい。ああ、ここかな、地平の彼方に目を細めた。ああ、どこかで誰かが泣いてはいないか。このまま続けばいいけれど、はい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 、晴れていてほしい、澄み切ってほしい、悲しみは風に流されて、何もない空を、美しい空を、青空僕は信じる。予期せぬ嵐が来たって、ああ、あなたは絶望なんかしてはいけない。待っていてほしい、見上げててほしい、この空は立ち直ってゆく。太陽は昇り、また沈み、永遠に光り輝く。Oh oh 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 oh
ございます。世界はどこまで青空なのかでした。ありがとうございます。なんか本当にこうやってお礼配信なんですけど、配信することができて嬉しいです。本当にぜひ皆さん違うアカウントになっても見に来てください。はい、ありがとうございます。何時だ、49分、あとじゃあ10分で配信は終わろうと思います。一応このオーディション5時から10時までなので、はい、なんか敗者復活戦とかあったらいいですよねとかなんか思ったりもしたんですけど、可能性はないですかね。はい、ありがとうございます。ツイッター復活も楽しみにしていますって、ぜひはい、待っててください。いつか復活しますので、復活というか、はい、また始めようかなって思ってますので、ぜひお待ちください。その時までどうしようかな。日向さんセンター曲いきます。懐かし
捨てるのは飛び出した街と憧れた街、だから景色は変わらない、眺める自分だけは変わった。人になるっていうことは何かになれることですか。元気消えてなくなって当たり前のように春が来る。心の羽羽ばたくこと、過ぎてく時が感じないまま大人になるのが。どこにいるんだろう。渡り鳥たちに空は見えない、飛んでるのはどこなのか。今風に逆らい進もうとしている。渡り鳥たちに包まれない、季節の本能的にいくつもの穴を大陸を目指している。青春の嘘を今見るか諦めるか。そろそろ55分なのでマックス時を流しながら、はい、最後はマックスかなって。そうですね、最後は、はい、歌いながらお知らせしたいと思います。ぺちゃん抜ければ、近づく美しいあの街、希望が住むと信じてきた私が生まれ育った、全てを知ってほしい。一番大事な人を連れて帰る、
頑張りました。ありがとうございます。オーディション応援ありがとうございました。声が枯れちゃったかな、枯れてないかな。ありがとうございます。10時になっちゃった。本当にたくさんありがとうございました。皆さん、この多分 NGT48 追加募集オーディションとしての配信はこれで最後です。たくさんの応援本当にありがとうございました。皆さんに出会えて本当に嬉しいです。これからも、はい、頑張ります頑張ります。はい、ありがとうございます。皆さんの応援のおかげで頑張れました。ぜひはい、また会いましょう。はい、ありがとうございました皆さん。あ、じゃあ最後に団長読みます団長読みますとか、団長読みますね。はい最後の団長読みです。13位、トークボックスさん、ありがとうございます。12位、だし巻きさん、ありがとうございます。11位、愛子さん、ありがとうございます。10位、寡黙なペンギンさん、ありがとうございます。9位、ムトムさん、ありがとうございます。8位、テチテチさん、ありがとうございます。7位、先行魔術師さん、ありがとうございます。6位、PL さん、ありがとうございます。5位、チャーちゃんさん、ありがとうございます。4位、あきふみさん、ありがとうございます。3位、げんさん、ありがとうございます。2位、としさん、ありがとうございます。1位、ルッピーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。最後の男女読みでした。ありがとうございます。はい、本当にありがとうございます。皆さんに出会えて本当に本当に嬉しいです。ありがとうございます。たくさんの応援ありがとうございました。またいつかどこかで会えますように会えますように、会えると思いますので、はい、皆さんまたお会いしましょう。本当に本当にたくさんありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。またね。ありがとうございました。お見送りが今日は長いです。ありがとうございました。皆さん、明日お仕事ですかね、きっと。頑張ってください。バイバイ。みんなありがとう。バイバイ。おやすみなさい。